サンフェルミン祭は、スペインナバーラ州の州都、パンプローナで7月に開催される祭礼。バレンシアの火祭り、セビリアの春祭りと並び、スペイン三大祭りの一つに数えられる。アーネスト・ヘミングウェイの小説、日はまた昇るで、英語圏の人々に知られるようになり、世界的に最も有名なスペインの祭礼の一つである。毎年約100万人の観光客を集める。 祭礼の起源は12世紀初頭に遡る。エンシエロが有名で、牛追い祭りの別名で知られる。ただし、エンシエロは、スペインで闘牛の前に広く行われていた催しで、特に、ナバーラ州には、数多くの祭礼でエンシエロが実施されている。また、イベリア半島には、牛が登場する守護聖人祭が多く見られ、これらは、キリスト教の侵入以前に存在した王子信仰の残存。 または変容とされている。スペイン人は、ケルトイベロ族の時代から王子に対する崇拝精神を持ち、闘牛には、眼科系儀式的要素が加わった。有能な闘牛士には、英雄としての名誉が与えられることも、勇敢さそのもののエンシエロに、スペイン人が夢中になった要因の一つである、パンプロナの守護聖人である聖フェルミンを称える、宗教儀式が起源である。毎年、 セフェルミンの記念日である7月7日をメインの日とし、7月6日の正午から7月14日の24時までの9日間開催される。ただし7月6日は前夜祭り的なスケジュールで、エンシエロなどはないため、7月7日からと紹介されることもある。2008年には310万ユーロの予算で開催されたが、世界同時不況の影響により、 2012年の予算は95.2万ユーロにまで減少した。聖フェルミンと聖ザビエルフェルミンはパンプローナから選出された古代ローマ。元老院議員の息子で3世紀に聖サトゥルニヌスとその弟子の聖オネストゥスによってキリスト教徒に改修したとされている。伝承によれば現在は聖セ,セルニンの井戸として知られている場所でフェルミンは聖サトゥルニヌスによって 宣令を受けた。フェルミンはトゥールーズで聖職者に助任され、パンプローナに戻ると初の死教となった。ナバーラ地方のキリスト教家に貢献したとされているが、後に行われた伝道目的の公開の途中、アミアンで斬首されてカトリック教会の殉教者となった。サンフェルミン祭の参加者が首に赤いスカーフを巻くのは斬首刑となった。 フェルミンの受難を思い出すためとされる。フェルミンは303年9月25日に死去したと信じられており、遺骨は1196年にパンプローナに帰ってきた。12世紀にはパンプローナの守護聖人として崇拝されたという記録が残っており、聖フランシスコザビエルが聖フェルミン同様にパンプローナの守護聖人となる以前から敬われてきた。 聖フェルミンと聖ザビエルはナバーラの守護聖人でもある。なお、実際にはバスク地方にキリスト教がもたらされたのは伝承よりも遅いとされており、隅々まで広まったのは10世紀近くだったとされている。東牛場外にあるヘミングウェイの石像さん、フェルミン祭は中世に行われていた2つの行事に起源を持っている。長年にわたってパンプローナでは夏の初めに 商業見本市が開催されており、牛などを連れた家畜商人が訪れては、やがて祭礼の伝統の一部となる闘牛が行われた。具体的には14世紀に闘牛が行われたという記録が残っている。商業見本市のほかに、10月10日には町の守護聖人を称える宗教儀式が行われていた。1591年には、 商業見本市と宗教儀式を同時に行うため、また、気候の良い時期に変更した方が良いという声が大きかったため、宗教儀式は7月7日に変更された。二つの行事が合体した、この年がサンフェルミン祭の始まりであると考えられている。中世のサンフェルミン祭では、開会宣言、音楽イベント、スポーツ大会、劇場でのイベント、闘牛、 ダンス、花火などが行われた。13世紀のパンプローナは3体の巨大人形を所有し、17世紀までには6体の巨大人形が大聖堂に属していたことが知られている。エンシエロは17世紀に現れ、18世紀には外国人が祭礼に参加したことや、祭礼中の過度の飲酒や自堕落な振る舞いへの懸念が記録されている。 巨大人形のパレードは19世紀半ばの終わりまでに行われるようになった。1844年にはパンプローナし初の闘牛場が建設された。現代の祭礼は世界的な名声を博し、毎年多くの外国人観光客を受け入れている。これにはジャーナリストでもあったアメリカ人作家アーネスト・ヘミングウェイの小説。 日はまた登るの舞台となったことが深く関連している。ヘミングウェイは1923年にパンプローナを初めて訪れるとサンフェルミン祭のエンシエロに魅了され、滞在中にはラペルラホテルやイルニャカフェなどに足を運んでいる。彼は牛追いや闘牛に入れ込んだが、地元住民に混じって走ることはしなかった。ヘミングウェイは1959年までに何度もパンプローナを訪れており、 闘牛場の脇には死後の1968年に建てられた石像がある。ほか、石像周辺はヘミングウェイ遊歩道と名付けられている。ヘミングウェイはパンプロナやスペインの他都市での闘牛観戦経験を元にし、1932年には闘牛の解説書である午後の死を表している。現在の形式は1981年に始まった。 ものであり、パンプローナ市長、市議会議員、巨大人形の制作責任者、若者集団、警察、赤十字、商工会議所、企業家団体、事前事業団体などで構成される、委員会によって運営されている、チュピナソ、編集視聴者のバルコニーから打ち上げられる、チュピナソ7月6日の午前中、パンプローナ市庁舎前広場は、白いワイシャツを着て、パンタローンを履き、 赤いネッカチーフを頭上に掲げて、腰にはベルトを巻きつけた市民で埋め尽くされる。この白と赤の仮装の習慣は1940年代頃に始まったとされる。12時になると、パンプローナ市民たちよ、サンフェルミン万歳。という開会宣言に次いで、視聴者のバルコニーからチュピナソが打ち上げられる。本来、開会宣言は、パンプローナ市長の役割だったが、 1979年にスペインの民主化後発の地方選挙が行われると各党の政治家が持ち回りで開会宣言を務めている。また政治界外が開会宣言を務めることもあり、140周年、記念の2000年には CA オサスナのキャプテンであるセサル・パラシオスが務め、2001年には SDC さん、アントニオの会長であるフェルミン・タハドゥラが務め、 150周年、記念の2010年には、巨大人形の制作責任者が務めた。参加者は、パンプローナ人、ビバ、サン、フェルミンなどを合唱し、カバや水のかけ合い、生卵や小麦粉の投げ合いなどのランチキ騒ぎを繰り広げる。7月6日、日曜日の正午に、お祭りは爆発した。いや、爆発としか言いようがないのだ。 人々は終日、田舎から入り込んできたが、たちまち町に溶け込んでしまって、区別もつかない。広場は、常に変わらず、暑い日差しの中で静かだった。百姓たちは、町外れの酒屋に入っている。そこで飲みながら、お祭りを待ち受ける、アーネスト・ヘミングウェイ、日はまた昇る、佐伯正一役、集英社文庫、2009年リアウリアウ、編集7月6日には、 リアウリアウ、または、リオリオと呼ばれる、ワルツパレードが開催される。本来のリアウリアウは、パンプローナ市議会議員が、視聴者から聖フェルミンを祀っている近くの礼拝堂に、向かって、オーストリアンワルツを踊りながらパレードする行事であり、この伝統は1911年に始まったとされる。リアウリアウを当局との衝突のために用いる、政治活動家が現れたことから、1992年には、 秩序維持のために、最例の日程表から取り除かれた。議員に抗議するために、若者が道路を封鎖するなどし、議員が礼拝堂までの500メートルの道程を歩き切るのに5時間かかることもあった。しかし近年では、議員は参加しないものの非公式に、ワルツパレードが開催されている。1996年と2002年には再び、 議員を参加させる試みが行われたが、いずれの年も一部の参加者との暴力衝突が発生し、試みは失敗に終わっている。聖フェルミンの更新、編集サンフェルミン祭のメインの日は7月7日であり、何千人ものパンプローナ市民が、聖フェルミンの彫像と共に、旧市街を更新する。この中には、踊り子や大道芸人、また市長など、政治的、 宗教的権威者も含まれる、聖フェルミンに対するホダの最中には聖セルニンの井戸にバラが投げ込まれ、悲願テスがくるくると回りながら踊り、マリアという大聖堂の鐘が鳴り響く。ストゥルエンド、編集、エル・ストゥルエンドは50年以上の伝統を持つ行事である。ストゥルエンドは恋に公式プログラムの外に残されており、 参加者数を制限しやすいよう、毎年異なる日に行われる。人々は、開催日の23時59分に、視聴者前に集まり、ドラム、ボール、笛、他の音が出るものなどを用いて、何時間にもわたって、可能な限り大きな音を立てる。ポブレデミー、編集パーティーの9日後の7月14日、深夜、パンプローナの人々が、 視聴者前広場に集まり、キャンドルの明かりで照らされながら、ポブレデミーという悲しげな旋律を歌う。参加者がキャンドルを灯し、持っていた赤いスカーフを畳むと、市長は祭礼の閉会を宣言する。この行事は1920年代に始まった。エンシエロ、編集エンシエロエンシエロは7日から14日の朝に行われるサンフェルミン祭で最も重要な祝祭儀礼である。 何百人もの人々が、東牛六頭の前を走り、別の牛六頭が、東牛に続く。道幅4から5メートルのパンプローナ旧市街には、仮設の木柵で、コースが設けられ、825メートルのルートを人と牛が駆け抜ける。エンシエロは、約3分間で終了する。エンシエロの進行、編集エンシエロ前日の23時頃には、 飼育場から待機場に、大牛が移動させられる。この際に市民が、大牛の前を走ることはないが、1000人以上が、深夜の移動を見守る。エンシエロが行われる日の早朝には、外田の楽団が、市中を練り歩いて、エンシエロの開始を告げるディアナスが行われる。参加者は、早くから、スタート地点のサントドミンゴ通りに集まり、壁の隙間に設置されたセーフェルミンの、 小さな彫像の前で聖火を3度歌い、無事に走り切れることを祈願する。8時にエンシエロが開始され、第1の花火に火がつけられて囲い場から闘牛6頭を放たれる。1924年以前は6時に開始されており、1924年から1974年は7時に開始されていた。第二の花火で別の大牛六頭が、囲い場から放たれると、大牛六頭が、 闘牛六頭をうまく誘導し、また緑色の T シャツを着て長いポールを持った牛飼いにも追い立てられる。スタート地点からサントドミンゴ通りの坂を駆け上がると、視聴者前の緩やかなカーブを抜け、メルカデレス通りとエスタフェタ通りの間では鍵型に曲がる。エスタフェタ通りの約400メートルの直線を上り、電話局を過ぎると、ゴールのパンプローナ闘牛場がある。すべての牛。 闘牛が闘牛場に入ると、第3の花火が鳴らされる。12頭の牛が囲い場に収容された時に第4の花火が鳴らされ、これによってエンシエロは結びとなる。エンシエロ後には角をクッションで保護された若い牛が闘牛場内に放たれ、群衆は素人闘牛を楽しむ。エンシエロの歴史、編集闘牛の前に牛を、 過去場から闘牛場に安全に移動させることがエンシエロの起源である。19世紀前半まではエンシエロではなくエントラダでロストロスと呼ばれていた。闘牛の前を市民が走り始めた時期については定かではないが1867年頃と言われており、1920年代から1930年代にはランナーの数が増加していった起源に関する記録はないが、 その伝統はすでに確立されていたという1787年に書かれた記録が残っている。現在では1000人以上がエンシエロに参加している聖フェルミを称える歌の伝統は1962年に遡る。エンシエロはとても危険な行事であり1925年以来15人がエンシエロ中の事故で命を落としている。 1974年には女性がエンシエロに参加することが禁止された。近年は死亡事故が減少しているが、1995年にはアメリカから参加していた22歳の男性が死亡し、1980年以来15年ぶりの死亡事故となった。2003年には63歳の男性が過度で引っ掛けられて転倒し頭蓋骨を損傷し、3ヶ月弱後に死去した。 2009年には14年ぶりに、最例期間中の死亡事故が発生し、マドリードから参加していた27歳の男性が、首や胸などを角で疲れて死亡した。毎年200人から300人が牛追い中に負傷し、最も多い怪我は、転倒による座礁である。負傷者の約3%は重傷を負っている。エンシエロの規定、編集パンプローナ氏は、 以下のような文言でシエローの目的を定め、18歳未満は走らないこと、30分前には指定の場所にいること、祭りにふさわしい服装をすることなどの規定を定めている。牛追は市民の若者がその生命を危険にさらすことにより勇気を証明することである。人間社会は以前もそしてこれからもいつの時代でもその構成員の保護を規定している。牛追は パンプローナでは儀礼である。儀礼として、牛追いには規則がある。走ることを希望する者はそれを遵守してもらいたい。パンプローナ市巨大人形のパレード、編集7日から14日の朝には巨大人形のパレードが行われる。サンフェルミン祭における巨大人形は150年以上の歴史を持っている。 1860年、パンプローナ近郊出身の画家タデオアモレナによって八体の悲願テスが考案され、制作された八体はそれぞれ異なる四地域の国王と王女を表している。悲願テスの全高は約4メートルであり、重量は約60キログラムである。木造の骨格の中に制作団体のメンバーが入って人形を背負い、伝統的な音楽のリズムに合わせてステップを踏む。 1860年から1941年の間に6体のキリキス、5体のカベスドス、6体のサルディコスと計17体の巨大人形が作られた。キリキスとカベスドスは政治風刺的な意味を持ち、フルフェイスヘルメットのように折って頭部全体を覆う仮面である。カベスドスの仮面は直径1メートルにも及び、キリキスの仮面はカベスドスより、 わずかに小さい。カベスドスはパレードで観客に手を振るだけだが、キリキスはパレード中に子供を追いかけ、手に持ったコンボで子供に殴りかかる。サルディコスはカベスドスやキリキスとは異なり、腰にぶら下げる馬型の人形であり、やはりコンボを持って子供の後を追いかける。サンフェルミン祭の終わりには巨大人形に火がつけられて燃やされる。 ヒガンテス、カベスドス、キリキス、サルディコスその他の行事、編集伝統的スポーツ7日から14日の素人闘牛の後には、要塞跡に近いフエロス広場では、バスクの伝統的スポーツの大会が開催される。以前は、闘牛場で開催されていた、行われる競技には、ハリハ素材契ケアク、アイスコラリザ、ハイバレなどがある。また、 サンフェルミン祭におけるア洗いの大会は、権威ある大会であり、フロントンと呼ばれる競技場で行われる。これらの競技は、ギャンブルの要素を持つことで共通している。コリーダでトーロス7日から14日には、毎日18時30分から、エンシエロで走った6頭の牛を使った闘牛が開催される。パンプローナ闘牛場は、世界で4番目に広いが、 現実満員となるため入場券を入手するのは困難である。花火大会用や後公園では毎晩花火が打ち上げられる。サンフェルミン祭における花火の打ち上げは1595年まで遡ることが知られている。2000年以降は毎年国際的な花火コンテストが開催されている公園の周辺では数千人の人々が 草地の上で花火を見物する。ファルセスのエンシエロ7月7日には、ナバーラ州レサカでも、セフェルミンを祝した祭りが開催される。町の中心部を流れる鬼院川両岸や橋上での踊りがメインであり、両岸の地区の仲直りの儀式が由来である。伝統衣装をまとった左右7人ずつの若者が、5、8拍子のリズムで跳躍する。他に、エンシエロをする祭りには、 プエンテラ・レーナのサンティアゴ祭り、ファルセスの牛追い祭りなどがある。ナバーラ州、ファルセスは、ラ・リオハ州との宗教近くにある山あいの村であり、18世紀の文献にはこの祭礼について記されていた。8月後半の7日間の9時、山上の囲い場から村の広場まで10頭の名牛が約800メートルもの高低差を一気に駆け下りる。エンシエロは約2分間で終了するが、 山道を見渡せる丘の上には、人々が集まり、牛の前を走る住民もいる。午前中には、闘牛も行われるが、一般的な闘牛とは異なり、県で刺し殺すことはない。中期ナバーラでは、セルニンとして知られている。スペイン語では、ボジーコでサンセルニン。竹谷は10月10日に行われていたのは、ブドウの収穫祭であるとしている。 コンパルサでヒガンテスイカベスドス。スペイン語、コモパースサでギガンテスワイキャベスドウス。英語圏でのタイトルはザサンオルソーライジズだが、スペイン語圏ではフィエスタというタイトルで知られている。バスク語、特集ピーナソ、スペイン語、チュピナゾ。1941年以降は公式に、チュピナソが開会の合図である、巨大な木造の骨格でできたハリコ人形。 内部に人間が入って操作する。スペイン語、エルストルーアンド、英語、ザロアー。スペイン語の正式なスペルは、エルエストルーンドだが、誤った、エルストルーアンドというスペルが、恋に用いられる。スペイン語、ポブレイデミ、英語、プアーメ、スペイン語、バクイラズ・インベラです。ただし、 浜本ほか、P242 では、エンシエロの開始時期について1900年以降では、ないかとしている。竹谷、P32 では1920年と断定しており、初のランナーの名前も記載している。客中、ありがとうございます。